ちょっとじゃあメールいっぱい来てるからさ、うん、はい、ペンネーム剣崎ルミ、はい、ツイッターで新宿タワレコでアイコを聞いてたらリュックポンってされて振り返ったらアイコだったというツイートが昨日ありましたが本当ですか？ポンとは知ってない。行きましたけど、行きました、ね、新宿タワレコード。あー、はい、この子はそう感じたんかな、振り返ったらアイコやった、ポンとされたと思ったんかな、ねえ、うん、あでもうん、ファンの子がいてくれて、わーって言って、うん、喋ります。よく発売日にレコード屋さん行ったりするんですよ。うん、そうなんや。で、本当に全然知らん人、視聴してくれてる人を見たら、こう、そのまんま CD をどうですかって、持ってったり。アイコから話しかけたり。今ポンってしてくれたって思ってはんねんから、もうポンってしたことしたな。すごいですね、でもツイッター、本当。ツイートはすごいね。すごい。すごいすごい。でもあかんって。ね、つぶやきなんかあかんって、魂の叫びでないとあかん、つぶやいてる場合ちゃうんよ、ね、ああそうですよね、そうそうそう。